田中一郎から1921年8月16日は日本の植木職人、文化財保護運動家、明治時代から大正時代にかけて奈良県平城宮の保存活動を行った。1860年5月21日誕生。植木職人として奈良公園などの植栽を手掛けていた。江戸時代に幕府の役人北浦聖生の調査で研究が始まった。 平城宮は1897年に奈良県議官で東京大学名誉教授の関野忠し、同じく奈良県議官の塚本慶南次らによって発見された。しばしば観光客に平城宮跡の場所を尋ねられたが、棚田は場所を知らず答えることができなかった。これを奈良の人間として恥ずかしいと思った棚田は平城宮跡の保存と検証に一生をかけることを決意した。 1896年、知人に連れられて、大極度の後を訪れた棚田は、放牧地となり、大秘が山積みになっている有様を見て、次のように行って、涙を流したという。これ以降、棚田は疲れたように保存運動へのめり込んでいった。平城宮の啓発のために、宮跡の図面を観光客らに配り、宮跡で掘り出された瓦を巧妙な人らに送るなどした。また、 1906年には自ら発起人となり、平城軍司保存会を組織したほか、1912年3月には、当時の国鉄奈良駅前に、対極土の跡への同票を混流した。また、棚田中はたびたび上京して、政財界の要人らに陳情を繰り返した。このロビー活動には、当時にして2000円以上の資材を投じており、活動資金のために自宅を売却し、 奈良市初の温泉宿を開業して、売り上げを当てたが、暮らしは、急防を極めた。平城戦と1200年にあたる1910年、区内省から奈良県に旧石記念碑建流のための貸金が下され、これを受けて、棚田は平城宮市建設寺鎮祭を開催した。また、実現はならなかったが大々理に平城寺院宮を造営する計画を立案し、 家族や交換らの支援も得て、1000と1200年祭の実施に寄与した。翌1911年には、貴族院議員、徳川寄り道の南葵文庫内に、対局土の市保存会を設立この後、溝部文志郎、山下鹿蔵らと共に資金を集め、伊駒郡土石村座先の平城宮、跡地重町部を買収しての保存検証を、 計画したが、奈良県当局と意見が衝突し頓挫した。この際、ある信仰教団から教団が土地を買い上げ保存会に寄贈するという案を持ちかけられ棚田も承諾したが、後に土地が教団指導者の個人所有となり、教団が直接保存に関わろうとしていることが発覚し、棚田中自身も厳しい批判にさらされた。1921年8月16日、 人間関係のトラブルにより自決。喉をついたとも滑腹したとも言われる。去年62。棚田の死後、溝部、山下らによって、運動は続けられ、平城宮跡地は国に献上され、1922年に内務省によって、第二次大局殿、長道院が史跡に指定された。この後、平城宮の保存運動は、1962年に、 起こる近畿日本鉄道の車庫建設への反発運動まで下火となる。1936年11月10日、文部省でも様された史跡名称天然物記念保存協会25周年記念式典の席上において、棚田、溝部の両名は、当局相手の構想を繰り広げた保存事業功労者として、当時の文部大臣、平尾八三郎に表彰された。 2001年、大々に復活計画の見積書や、賛同署名、自決に使用した担当などの棚田の遺品が、遺族から、奈良文化財研究所に寄贈された。また、棚田の遺族は例年行われる、幸福寺の僧侶などが、天皇陵をめぐる行事に参列している。須作門近くには、棚田の銅像が、旧跡を見守るようにして立っている。ありがとうございます。